覚えてる？山井蓮です、よろしくね。前から聞きたかったんだけど、古見さんとどういう関係？神聖の古見様にだらしない体で話しかけてんじゃないわよ。荒井、暇なら表の掃除しとけ。そういえば翔子ちゃん、もう高校生だね。どうよ高校生活は。そうだ、ちょうど今やってるゲームがクライマックスだったのだ。ぜひ見ていくがいい。なじみちゃん呼ぼうか。みんなで遊んだ方が楽しいしね。一学期はえれいつらかった。田舎もんってバレたら石投げられるっぺ。みんなが楽しそうにしてても。あ、どうも、兄がいつもお世話になっております。妹のただのひとみです。どんな手を使ったの？はじめまして、翔子の母の小見修子です。永遠の17歳です。翔子ちゃん、ボードゲームしない？若手社長と不倫の関係になる。いやごめん、僕小見さん苦手なんだよね。さっき言ったろ、全校生徒と幼馴染だって。小見さんとも昔会ったことあるんだよ。小見さん、その今日じっと見られてて、その すごく怖かったです。ただのくんいじめられてるんでしょ？だからただのくんみたいな普通一般的な人がよく一緒にいるのって、その睨まれるのが好きなのかなって。ああ、いや大丈夫、私そういうの理解あるから。ただのよ、コミ親衛隊委員会課の件お主に任せるぞ。私もお客様とコミュニケーション取らなくちゃ。私この4月からここに入った新人なんです。何か悪いところあったら遠慮なく言ってくださいね。あ、私の名前はヤダの負ける、しがない領民ですが、今はちょっとした目標があります。引き分けね、コミさん。翔子ちゃん、あらー、また一段と面濃くなって。なんだかおしゃべりしたそうにしてますね。ゆっくりでいいですよ。翔子はもう高校生だね。学校は楽しいかい？不安なことや辛いことはあるかい？友達はできたのかい？どうだ学校は。姉ちゃんうるさい。小見さんを手伝うって言っても、僕に友達がいなきゃどうしようもなかった。何上から目線で手伝うとか言ってるんだ僕は。ごめん小見さん。何だったんだ今の。